まあ、ノビスコで2試合出てそこでやっぱり結果が出せないんで、まあ、そこは反省すべきポイントですけど、まあ、その中で新しい環境の中で、まあ、いかに自分と見つめ合って、うん、今後成長していく上で、まあ、トレーニングであったりとかそのベテランのソラさんというゴールキーパーがいるんで、まあ、そういうところの経験だとか技術っていうのを、まあ、間近で見てトレーニングができていろいろ刺激をもらってるんで、まあ、そういう意味でも、まあ、サッカー選手でもっと試合に出なきゃダメですけど、まあ、その中で自分にやるべきことをしっかりやっていければなと思います。まあ、まずはしっかりチームとしての連携をしっかり取って、まあ、ゼロでもちろんやることもそうですし、まあ、代表活動の中で数少ないゲームなので本当に一つ一つのプレーをチーム全体共有しながらやっていければなと思います。まあ、まず日本代表ということで日の丸背負ってやるチームなんで、まあ、誇りと責任があるところで、まあ、最終予選を使ってもらって、まあ、それも今後もしっかり自分の手で勝ち取れるようにしっかり取り組んでいきたいなと思います。まあ、年代別でやる最後の大会ですし、まあ、そういう意味では、まあ、非常に出たい気持ちもありますし、まあ、その中でもちろん自分が出て結果を出せれば一番ですけど、まずやっぱり日本のためにチーム全体で戦っていければなと思います。